皆さんこんにちは。仕事で人生を輝かせるコンサルタント株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。今日の動画ブログは2019年年賀状大賞というテーマでお届けいたします。毎年年賀状をいただきますと、この動画ブログで年賀状大賞を開催しております。おしなべてですね、大西勇さんという方がですね、毎年優勝または準優勝っていうような感じだったと思います。ところがその大西勇さんなんですけども、おととしの8月にですね、亡くなられまして、まあ当然去年はね、エントリーは無理。まあこれからもずっと無理なんですけども、その大西さんに代わる、誰かですね、強力な、企業が出てくるのかなと思ってですね、去年も楽しみにしてましたし、今年もまた楽しみにしております。で今日はですね、400枚ほどいただいた年賀状の中から、よりすぐりの5枚をご紹介させていただきます。まずはですね、こちら。はい。森デザインワークスというですね、新潟県の田上町かな。そこのこうデザイン会社と言っていいでしょうかね。これがですね、この内容が、森デザイン中心新年号ということで、ニュースレターと年賀状を兼ねてるというね、ちょっとこんな派手な作りで、社員の方が写っていて、非常に楽しそうな雰囲気が出ています。続きまして、こちらが、印刷&ウェブ、M プリントさんですね。はい。これはこういう風な感じになってますね。はい。ハッピーニューイヤー2019ということで、非常にシンプルな作りになってますけども、このですね、ことぶきのこのイラストを見てほしいんですけども、こちらは代表の石田さんがですね、書かれています。そしてこのようなタッチで、卓上のカレンダーもですね、石田さんの会社からいただいておりますが、非常にこの味のあるイラストが印象的な年賀状です。3枚目がですね、こちら。はい。これはちょっとね、こう絵が描いてありますね。どうか村でしょうかね。村のこう、家が描かれている。あ、赤字、会津って書いてありますね。会津地方ですね。これはですね、千代田摂美のですね、佐藤相談役の方からですね、毎年いただきますが、こんな感じですね、絵が下の方にありまして、あとはですね、上の方は手書きでこのような感じで書いております。非常にですね、こう、絵も味がありますし、文字も個性的な字で書いてありますので、多くの年賀状の中でもひときわ目立つというものですね。はい、4番目がですね、こちらもやや似たようなね、先ほどの佐藤相談役と似たような年賀状ですけども、下に、これは神社の絵ですね。神社の絵はこのように書いてあります。これはカラーです。で上の方はオール手書きでですね、書いてあります。これは新潟県長岡市の、沢修一郎さんという、矯正歯科のですね、院長様からこう毎年いただく年賀状ですが、この他にもね、沢さんから年に何回か、こう、はがきをいただいてますけども、いつもこのタッチで、パッともうもらえば、パッと見るだけで、あ、沢さんから手紙が来たなっていうのがわかります。これが4番目ですね。で、最後。もしかして初エントリーになるのかな？はい、こちらでございます。はい、山口会計パートナーズっていうですね、これは新潟県加茂市にある、会計事務所になりますかね。で、明けましておめでとうございますっていうね、これなんともないですね、こう、まあ印刷で文字だけのものなんですけど、よく見るとですね、これね、いろいろ書いてあるんですよね。はい。なんかね、運の良さそうなこと書いてあるんですよね。はい。見えるかな？まあ、運の良いっていうか、自社のあれですね。弊社の社屋をお客さんのポジティブシンキングの場とするとか、弊社においでいただくと悩みが解消する。解消するだけでなく、いいひらめきが湧く。で、ひらめきが湧くだけでなく、具体的なプロセスが見える。見えるだけでなく、有意義な戦略的行動ができる。行動できることによりお客様企業が発展する。その結果、関わるすべての人が笑顔になるっていうふうなんですね。まあ、今年はこういった会社を目指すっていうね、まあそういうことが書いてあります。非常にこうシンプルなね、文字だけの年賀状になってますけど、書いていることはですね、非常にこう奥深いなという感じがします。今年はですね、この、ですね、5枚をですね、はい、ね、一応エントリーをしてさせていただきました。で、番外編としてこれ年賀状じゃないんですけどですね、年末っていうか、年末は年賀状と一緒なのが来たのがですね、こちらでございます。はい。
これまたね、強烈な、こう、個性的な手書きですね。これね、生態ですね。緑の森生態院っていう、熊本県のね、これ、下田さんというのかな、方なんですよ。でこの下田さんとは東京であるセミナーで、ご一緒になって名刺交換をさせていただいたんですね。裏もね、強力ですね。はがきありがとうで、まあ私出したんですけどね、ありがとうございます。74億分の1の出会いに感謝ってね、長谷川様よろしくお願いいたしますっていうふうな会議だってね、感謝の間にはなんかね、こういう顔が ね、あったりとか、ありがとうのうんとかも顔がね、笑顔があったりしますね。まあ、こんなはがきをいただきました。ということで、今年はですね、どれにしようかなんていろいろ考えたんですけど、超シンプルで、この石田さんのですね、イラスト、ハッピーニューイヤー2019っていうですね、M プリントの石田さんの年賀状に対象 をプレゼントしたいなと思います。と言っても別に賞金が出るわけではありませんけども、石田さんおめでとうございました。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。仕事で人生を輝かせるコンサルタント株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之でした。